はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。まあね、今回はビルヘルム使っていこうと思います。混合条件で 1.4 倍と、で 15% デバフを2ターンか、まあ、方向スキルです。でコンボスキルが 1.4 倍から上昇して、0.1 倍ずつ上がっていき最大 1.8 倍、まあ、相手の駒依存なんで、まあ序盤はまあ、1.5 倍 1.6 倍出せるかなぐらいなのかなと思いますけど、まあ使っていこうと思います。はい、来てくれたらいいですね。どうしようかな。まあね、お相手さんがね多分、まあ、ブランジェッタを初手に置いたっていうことは X に来るんじゃないかと思ったので、僕から先に X に行ってやりましたとさっと思ったけど、ダブルオーラなんですよね。まあ上逃げしてきてくれたことは嬉しい、良かったんですが、まあ、こっからどうするか、まあ、バハブートとか引いちゃえばいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ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 、ティターニアだったらいいんじゃないですか。言うてね、2手で飛ばせるわけでもないから、ティターニアのその特殊ダメージ返しますか。これで返してユンジェエンデが2手で飛ばせるかな。お相手さんから2手で飛ばされる場合があるんですけどね。マステマか。はい、それでは全部返します。あ、これならいけそうだな。今日はね、やっぱ HP が下がってて、神とマナアタックが上がってるんで、うん、あー強い。これはもうバハムート打っちゃいますか。まあ多分飛ばないけど。で、これでダメージ与えとけばどうにかなるでしょう。まあ速攻ですよ、速攻。今日は HP が下がっててアタックが上がってるから、もう速攻で攻めていくしかないんです。まあお相手さんバハムート持ってましたね。しかしコンボをしないと足りません。よかったよかった。エンデが行きまーす。ビルヘルムは来ませんでしたが、まあ使えたらいいなと思ってます。まあ、いつか使う場面来るでしょう。使ってやってれば。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ウィブサニアが来るということで召喚されるんですけど、今日ウィブサニア使うのかいるのか。アタックじゃない、 HP 0.9 倍、やっぱかなり下がってますね。 0.9 倍だと2万7000ちょっと。まあ言うてね、まあ駒投げされたらやばいかもしれないなと思いつつ、まあ金魔門だけは出さないでほしい。一応バハムート持ってるけど、金馬だけは出されたくない。あとなんだ、マカミとかでガチガチに殴られたらやばいなと思ってますが、うわー行くしかねー。祭り行きまーす。本当はね、初手に祭り X からのバハムート行こうかと思ったんですけど、落ち切りました。行く勇気がなかった。毎回そうですけど僕は。一種家で回復してくる。まあまだいいか。ね、S5 まで出てくるよりいいですよ。フェイルノート。フェイルノートは打たれないわ。わー、これ、ときめ打ちますか。でも言うておあいつさんもうメイティス打っちゃってるんだよな。他に特殊出すやついる？ハロウィンメイティスとか。まあ最悪もしかしたらイリリアとかも入ってるかもしれない。が、メルカバーということで。いやー、何引く僕が。ここで一発殴れる駒だと思ったらビルヘルム。まあ自分ね、2ターン 1.4 倍なんで、自分にもバフが乗ってくれるから、まあ、ある程度ダメージ出してくれるんですけど、まあこれ取られますよね。このビルヘルムは。しょうがない。で、次バハムートで飛ば、まだ飛ばないけど、いや、よしよしよし。バイセでね、一応回収されますが、罠返ってくれたんでありがたい。クラリ。まあ、クラリ2枚からのバハムートかな。うん、これはもう、ご利用しでしょ。ダブルオホーラに祭りがいるから、もう何を、どうあがいてもご利用しするしかない。すいませんね。で、おやつさん多分2枚返しか。まあ、多分祭りのコンボ開けてこないんで、ボルトヒールをしてきましたね。まあ、ボルトヒールされたところで1000ぐらいでしょ、回復量。1000回復されてももうバハムートが最大であるんで、すいません。何ですか、この火力は。はい、火力こそ正義。バハムート。
まあ、こういうことなんですね、混合デッキっていうのは。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。いやー、まあ神ターンは強いよね、うん、やっぱ今日の神ターンは強いですよ皆さん。 1.05 倍の HP が下がっててもやっぱりイシュタルとフェールノートがいるんで、うん、そこがねやはり神ターンの強いところだと思います。まあ勝てるように頑張りましょう。行くぜ。まあビルヘルム引いてるんでね、これ行きましょう。元気に頑張ってもらいます。そう、ビルヘルムは元気なんでね、とても剣がお強いっていうか、まあ僕はね、大体ね、アニメは白ゲーのところまで見たんでビルヘルムの活躍は知ってます。でやはりいつもパチンコでね、先バレからの剣気保留、これ熱くないですか。まあね、あの鬼厚柄とかやっぱレインボーの保留の方が強いですが、それ以外に僕は剣気保留めちゃくちゃ信頼してます。なのでまあこのビルヘルムめちゃくちゃ信頼してます。ミューズのバフを方向で消すっていうね、素晴らしいね。この方向したことによってお相手さんはアタックできなかったんじゃないか、そうなんじゃないだろうかと思いつつ、ここで祭りを打つ、2手で飛ばしたい。いけるかな、お相手さんから2手で飛ばされる場合もあるけど、まあ頑張っていきましょう。これね、でダブルオーラでしょ、お相手さんもダブルオーラからのそれはきついて、いやーバハムト、バハムト、バハムト引きは、あエンデガでもいい、エンデガでもいい、ダメか。コロネ行きます。でこれで次お相手さんが D の2に何を置いてくるか、まあイシュタルフェールノートはやばいか、うん、それ以外だったら、あシェムケリーもやばいね、飛ばせなくなっちゃいましたね。うん、どうしよう、僕もシェムケリー置きます。うわー、ここでランドタイランとか、いやーシェムケリーさえ置かれなければと思いつつ、まあお相手さんがねアタッカーを持ってないことを願う。いや英語マだったらワンチャール、エンデガとかじゃダメか、多分ミューズとプティのバフでもうえぐいことになってる。まだエクレルとかだったら耐えれる気がするんだけど、うわー立ちってどう、あーダメそう、あーきつかったですね。どんまいどんまい、ジジイ。はーい、対戦よろしくお願いします。メルベユール行きましょう。 HP 低いメルベユール、まあまた、まあ僕も低いか両方低いんですよ今日は。いやどうしよう、 X 行く X ダブルオーラだけどときめ発動させたいな。メルベのコンボ食らいに行きますか、行っていいのかわかんないけど、まあやっちゃっていいんじゃないかな。多分メルベ初手に打ってくるでしょうって考えたら、シェムキリどこで打つかっていうのも考えところだが、まあ行きまーす。もう僕の作戦は決まってるんで、もう今回は X に行くことに決めましたねえ。まあビルヘルムはね、まあ使えるかこういう対面でも。方向はね、まあ別にバフ対面じゃなくてもいいんですよ。 1.4 倍してくれるっていうことは、まあフィニッシャーの前に使えばいい。まあ、バハムートとかと一緒に使ってみたいよな、あの効果力を。ってことでルキアされたら何が出る、シェムキリーです。いやさすがに2枚返しはいけないよ。ってことで C2 から入りますか、いつも通り。はい、まあこれで多分ときめ取られちゃうんですけど、まあドンマイ、それはドンマイってことで。さあお相手さんの駒でコンボが弱かったら、まあ角から行っちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけど、さあ何が来る、 D6 に来るでしょう、そりゃ 100%。 あ来ない、まあそりゃそうか、 X もあるか。 X に来るんだったらまあ B サイン入ろっかな、そっから3枚返ししてくれたらダブコンつながるからね、行きます。ただまあその罠は痛いわ、全部返ってくる、あー痛い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 。でクラリーチェがあるでしょう、まあさすがに3枚返しはしてこないか。ハデスだハデスはちょっと
無理だね角は。どうしますか、バハムート打っちゃっていいですか。僕ちょっとバハムートも2枚返し打ちます、ご利用します。マンドラゴラのことは気にしません、マンドラが来たら終わり。いやご利用せるかもしれない、言ってね、おあじさん骨を全然召喚できてないんで、まあそんな吸収はできないでしょう。デバフさえしないでもろってお願いします。それさえしなければいけます、どうあがいてもコンボはできるんで、ユンジェかシェムケリーかバハムーとか、あとはよし耐えるだけって感じなんですけど、まあサタンは全然大丈夫です。オッケーオッケー。まああんまりね骨も召喚されなかったんで、最後はアラジンさんに締めくくってもらいましょうか。行ってこーい、いい火力、まあ、ビルヘルム入れてるからエンデガーアラジン入れてるような感じですかね。まあ事故る可能性ありますけど、はーい対戦ありがとうございました。はーい対戦よろしくお願いします。やばい段階やばい、編成のデッキが来たー。ヌアザって、デバフ、初手にヴィーナス、あーこれはもう完璧にやりに来てる、バフデッキを完璧にやりに来てますよこのデッキ、もう分かっちゃったもん。いやーいろんなデバフとか入ってるんじゃないんですか。まああとはキンマとかトゥールラとか、あとなんだ、おっとそのそのなんだっけ、コスト15のコマですね。そんな入ってるんだ、リポーズっていうね、まさかのリポーズ、どうしよう、神タンか。まあ神タンだったらまあロックされないから、うん、それはそれでいいんですけど、いやーフェイルノートだーやばい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 、どうしよう助けて、どうする。いや エンデが切っちゃうのか、ここで行くか、もうバハムートに全てかけます。うん、もう S ゴマ引いてくんないかな、そろそろ、ちょもう僕に S ゴマをください。ちょお相手さんばっかりずるいって、正々堂々やりましょう、正々堂々と僕にここに祭りをください。うーんくれなーい、あーどうしましょうね。ちょ一旦ときめ置いときますか、ときめ置いといて特殊を出させない、まあ神棚だから特殊出してくるかもしれないんですけど、出してくるでしょと願いながらやっておりますが、あーさらにリポーズ、ボルトヒール、うん、どんどん回復されていく、やばいやばいやばい、回復量が半端ないって、ちょっと飛ばせないって。さあビルヘルムが来ますが、いやまだでしょ、ここでビルヘルム打つ、いや打たないね、一旦トネルム打ちますが、いや3枚返しとか作りたいな、どうにかしたいんだけど、僕の HP が持つか分かりません。お相手さんちょっと助けて、あーもっとやばい、もうやばい、もうなんか全てがやばいです。ギフさんもうやばいって、僕バハムート引くしかないんですけど、バハムートが来ません。てかここで祭り打ちます、祭りのコンボ弱いから、弱いくはないけどこの場合はあんまり、いやでもビルヘルムの方が良かったかな、でも絶対3枚返しはしてこないから、ワイさん角か祭り取ってくるでしょ。うん取ってきましたね祭り、いやどうする、何か引け、何か引いてくれ頼む、なんかいい駒、シャムキャリー、よしこれで義勇さんのコンボは軽減できるが、まあ、使ってくるかは分かりませんが、これでフェイルノートを取りに行くっていう作戦でいいんじゃないかな、ビルヘルムで。そっから火力出る、出ないんだな、もうバハムと引くしかないんだよ僕は。でお相手さん S ゴマ3枚切ったでしょ、でコスト15のコマが入ってたから、まあ、最悪コスト15のコマがもう1枚入ってて、で S ゴマはなしで、一番最悪なのは S ゴマがもう1枚入っててっていう最悪なシナリオがあるんですけど、いや多分もう出てこないと思うんだよな。でこのシェムケリーで耐えれる、うーん分かんないけど行くか、ビルヘルムコンボは作らなくちゃいけないからこっちか、 A に行くとな、義勇さんのコンボ開いちゃうから最悪飛ばされると思って、でお相手さん的にはそうですね、 C1 か E4 どっちかでしょう、
まあ、E4 でコンボつないできたら得意の2枚返しが開くけど、まあ、飛ばせない、1万飛ばせない。どうしようねこれ。火力が足りないと思ったんだけど、おっと右上 X に来てくれたら、それシェムキリの8枚返し、あ4枚返しが開いたぞ。いけるかユンジェ、お前ビルヘルムのバフがかかってんだぞ、頑張れ。よし飛んだ、はいビルヘルムのおかげ。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。さあ神タンが来ましたね、リベンジマッチといきましょうか。よーし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 、守護者引いてるぞー、この守護者大事よ、うん、神タン相手に。どうしようかな、最悪仕打ちしちゃってもいいんじゃないかとちょっと思っちゃってるんですけど、どうしたもんかね。お相手さんが何来るか、 X から来る可能性もあって、いやー X から行っていいですか、もう X から入っていいですか。あビルヘルム引いた、もう X から行こう、行くぜ守護者 X。 お相手に攻めさせない、 X だ。まあクラリーチェのなー事象がちょっと痛いけど、まあ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 、おーっとそうくるか、シムキリか、いや何か引かないかな、殴れる駒コロネ、いや2枚返しする、いやしなくていいか、一旦コロネでステイで、まだ春秋は使ってこないでしょう神谷さんも。そうするとね、2倍と 1.7 倍コンボがありますからね、怖くて怖くて打てないでしょう。打ってきたら天才です、僕の手駒見えちゃってるかもしれませんね。バハムトがあったらどうするんだいと思いながら、まあそうですよね、強いよミューズ、しかし僕はそのミューズをこのビルヘルムで抑えます。 15% デバフでもまあ多少はいいでしょう。ほら暗い守護者とビルヘルムのデバフ、これで火力が下がってくれるはずだ。でどう来るかな、ビリカだ、うん、頑張った、デバフ全部無効化されちゃったよ、悲しい。どうする、ときめ打つ、一旦ときめからいきます。これで火力を出させない、出させなくていいのか、うーん分からんけど、16でどうにかなるか、まあお相手さんの手駒次第か。それあプティを捨ててくる、それはありがたいな。いやー14,900あるんだったら、まあトネルムで E4 いっちゃっていいのか、3枚返しのシェムケリー耐えれるかな、守護者だけで。ビルヘルムはもう効いてないけど、どうだろう、やっちゃった、もしかして僕やっちゃった、いやでもプッティ捨てたからミューズだけのバフでしょ、だから耐えると思うんですよ。で最悪ときめを消してくるんじゃないかと思いますが、まあ回復されるんですよねプティで。 OKOK2000 の 1.8 倍、あ耐えれたか多分、はい、うーんバハムと、いってらっしゃいご了承ご了承、さすがバハムートさんですわはーい、対戦ありがとうございました、 GG。 はーい、対戦よろしくお願いします。やっぱり結局はバハムートっていうところがあるんですけど、いやー素晴らしいね。 OK ナイスビルヘルム、あ強い、うわどうしよう、何から打つのこれ。まあ僕はビルヘルムから打つっていうことはしませんよ。うん、バイセ、この神タンはちょっと新しいっていうか、あんまり殴り駒も入ってないような乱量王の神タンなんじゃないんでしょうか。まあシェムケリーから行きます、シェムケリーから行って、守護者から行きます、守護者から行く、守護者を辺に置きます。まあこれだけで神タンは火力下がってくれるでしょう。さっきみたいに鼓舞をされなければね。で、どうしようかな。はい、何を引く、バハムート強い。いや、行っていいですか。守護者行きます。で、次ビルヘルム打つんですけど、いや、どうかな、取ってきそう。いや、でもな、B さんから入ります。まあワンチャンね。キンマモン、まさかのキーマモン、嘘でしょ、ね、火力下がっちゃうって僕の。まあビルヘルム行きます、取られるかな、取んないで、取んないでくれたら僕のバハムートが火を吹くぜと思うんだよ、頼むよ。 A4 来ないで、 A4 来ないで、あーやったー、カットカット、キーマとリンガとでカットしてるけど、
そんなもん聞きませんよ、バハムトランタイ。ああ、行くぜバハムト、ここで落ち屍を晒せー、でビルヘルムのおっちゃんが言うんですけどね、完璧ですね、落ちました、おやじさん落ちました、うん、完璧ですわ、落ちろよ、それはダンバインだどうしようかな、ユンジだな、まあ、ユンジ X 行って、いや、まあ、フレイヤー置かれてるけど、言うてフレイヤーはね2枚返し以上で 1. 何倍とかだから、うん、物理アタッカーで2枚返しされなければ大丈夫でしょう。まあオーラも引いてないし、これでね、なんだっけあいつ、ローラン、まあローラン来ても大丈夫かまあいいですよ、なんでも。あ、ピリカが来ましたね。まあこれでバハムートのコンボが空いてくれたので、エンデガをつなぎます。今後のね、やっぱりあのバハムートからのエンデガ、もしくはエンデガからのバハムート、うん、これ王道。はーい、対戦ありがとうございました。